りがいるけど、どうする？最小限で済むなら面倒でもやるしかねえだろ。いくぞアリ。うん、フェアリーク。はい、やるぜ。やらせてもらう。アタックエメッタ。またこの匂い。あった、ファング、あれよ。待ちな。てめえ何者だ。嘘、なんでここにジャンクが。やれやれ、見つかっちまったか。何者だって聞いてんだ。耳がついてねえのかよ。一度お前を倒したものだ。いいか、予言してやる。戦えば必ずお前は俺に負ける。素直に改心してフューリーを渡せ。ちょっとかっこいいですわ、ファンクさん。そうか、ついでにもう一つ予言しよう。いずれ俺はこの世に平和をもたらし、大英雄と呼ばれるであろう。そしてみんなからどっさり水着物をされ、うはうはよ。それが本心ですのね。なんて汚い。見損なった。冗談だ冗談。誰かと思ったらアポローネスじゃねえか。こんなインチキくせえやつとつるんで何してやがる。私はもうドルファのフェンサーではない。我が魂はファングに預けた。よくわかんねえが、俺は真面目腐ったお前が昔から嫌いだったんだ。ちょうどいい、一緒に片付けてやる。女もいるじゃねえか。俺が勝ったら女どもはいただくぜ。好きにしろ。ちょっとファングさん、そんな大事なこと勝手に決められては困ります。私の命もヒューリーも私のものですわ。俺が負けるわけねえだろ。今この時から天下無双と書いてファングと読め。ハーラーさんも黙ってないで、このお調子者にガツンと言ってやってください。私は構わない。ファング君はなんとかできる子だよ。私にはわかる。私もいいよ。私の命はとっくにファングに預けてあるから。なんですね、この流れは。私が悪者みたいですわ。仕方ありません、私も預けます。頑張ってください、ファングさん。もう任せとけ。お前らはザクを頼む。行くぞアリ。オッケー、ファング。エラ来い、エアライズ。
サンク。残念だが血の雨は降らねえんだよ。今日も明日も快晴だぜ。うっとうせえぜ。これからだ。そうだ、仲間だ。こんな俺にそんなことを言ってくれたのは初めてだ。いいのか、こんな俺で。うん、いいよ。バカな、この男が改心するなどありえん。
人が良すぎるぞファング。そうですわ、私も絶対反対です。こんな獣みたいな男ですよね、アリーさん。野良犬だって3日飼えば恩を忘れないって言うし。3日だって嫌です。好きだらけだぜ。旦那、危ない。裏切りとは違う、報いや。あんたは人の心を知らん獣や。ワイはずっと待っとったんだ、この時を。カルト、てめえが俺を殺すのか。俺が殺すのか。なんでワイの名前を知っとるんや。そうか、旦那とワイは運命の絆で結ばれているんやな。感動や。ファング、わかった。世の中には根っからの悪者もいるが、お前の気持ちが通じる相手ばかりとは限らない。知ってるよ、それぐらい。でもかけてみたかったな、どんなに望みが薄くと。信じる心がなければ運命は変えられない。だからな。あんた、あんねえこと言うな。もうワイは猛烈に感動したで。なんだ、ワイはこれか。分かってる、一緒に来い。お前は俺たちの仲間だ。こんなところで何してるの、ファング。もうすぐご飯だよ。いらない。嘘、ファングがご飯いらないなんて。病気？うるせえな、ほっといてくれ。わかってるよ、ザンクのことで落ち込んでるんでしょ。別に。いいじゃない、ファングは人の気持ちにかけたんでしょ。負けたっていいじゃない。何度でもかけてみれば、そのうちきっと勝てるよ。今日の夕食はバハスのスペシャルビーフシチューだってさ。本当にいらないの？いる。お初にお目にかかります、シャルマン様ですね。ここいらではナンバーワン凄腕フェンサーと名高いシャルマン様ですよね。大声を出さなくとも聞こえてますよ。僕に何用でしょう。失敬、私はドルファホールディングスのエージェント、パイガと申します。実はあなたをドルファの幹部としてスカウトに来ました。単刀直入に言いますと、君の力を貸してください。どうかどうか断らないで、ボーナスがもらえなくなる。ああ、本音を言っちゃった。本音と建前を使い分けられないの、いい大人のくせに。ザンクがやられちゃって、会社に納品予定のフューリーまで取られちゃってさ、私は崖っぷちなんだよ。手ぶらで会社には帰れないんだよ。わかるか、この気持ちが。うん、限りなくやけっぱち。いいでしょう、ドルファのトップに合わせてください。え、喜んで、ぜひぜひ。では早速会社に連絡をしますので、しばしお待ちを。社長、実は将来有望な人材をスカウトしまして。え、ザンク、
あれはその実はファングとかいうコソ泥みたいなやつにやられまして。お怒りはごもっともですが、代わりにザンクなんて鼻くそだスローディフェンサーを連れて行きますんで、リストラはご勘弁を。ささこちらです、シャルマン殿、すでに社長がお待ちかねです。おお、待っていたよ。君が若手ナンバーワンフェンサーと名高いシャルマン君か。君の力があれば我が社も大きく飛躍するだろう。もうじき邪神の復活により、この世界は我が社が統治することになる。君には新世界作りの担い手として私の下で働いてもらいたい。そして邪神復活の暁には私はこの世界の神に。僕は人の下につくのは好きじゃない。社長、創造師、どうしました？これは神となり得る器などこの世にただ一つ、それは僕だけだ。なるほど、あなたの言葉あながち嘘ではなさそうだ。ドルファにもなかなかの人物がいるようですね。一瞬で僕の器を見抜くとは。たった今花形はリコールされ、新しい総帥が誕生した。バーナード補佐官、一体何を。うろたえるな。所詮花形は小物だったということ。新たな総帥を迎え、我々ドルファは邪神復活に向け総力を挙げる。僕がこの世界の神になる。そして本当の救済を実現してみせる。ああ、ちょっと待って、いろいろ事務手続きを済ませてもらわなきゃ困るよ。契約書今持ってきますから。よろしいのですか。使える駒は多い方がいい。やつはいい戦力になりそうだ。ガルドちゃん、そんなに急いで食べるとむせちゃうわよ。ほらほら、お口の周りが汚れてるわよ。はい、ふきふき。あ、おおきに。マリサ、本当に海外しいわね。母親と手間のかかる子供のようですわ。お前、ガルドが小さい頃から一緒にいるのか。そうでもあらへんで。わいがママ母の仕打ちに耐えかねて家を出たのが八つの時で、その2年後やったから、わいが当の頃に会ったんや。今何気に重い過去をちらつかせたわね。10歳ならまだ十分小さいですわよ。ほうか。でも10歳なら一人で生きていけるで。もう十分大人や。随分とシビアな環境で生きてきましたのね。この子は出会った頃なんてまるで野良犬みたいだったのよ。身なりも汚くて子供とは思えない険しい顔をしていたの。へえ、意外。今はこんなにヘラヘラしてるのに。二人の出会いはどんな感じだったの。わいが腹すかせとったら何でも願いが叶うっちゅうフューリーの噂を聞いたんや。なるほど、それで飯を出させようとしたんだな。せやせや、さすが旦那はワイのことよう分かってはるわ。そういえばファングも第一声が飯出せだったわね。そんなこんなでよっしゃフューリー抜けた思ったらマリサが出てきたんや。ご飯出せって言われた時は驚いちゃったわ。わかるわその気持ち。飯の代わりに出てきたのが口うるさいマリサやって、わいも驚いたわ。口うるさかったのか。
甘やかしてるみてえじゃねえか。昔はめっちゃ口うるさかったんや、これが。あの頃のガルドちゃんってば、とーっても不健康な生活を送っていたの。パートナーになったからには、まずは生活を改善させなきゃって使命感に燃えちゃったのよ。初めはうざかったんやけど、あんまり本気ではあいのこと心配するもんやから、なんや、情が湧いてまってな。だんだん心を開いてくれたのよね、ガルドちゃん。いいお話ですわね。フェンサーとして腕を上げた頃にドルファの求人があったんや。まあそこからは知っての通りやな。汚い仕事もさせられたけど、こうして旦那に出会えたんやから結果オーライや。見ろ、これが俺様の人徳のなせる技だ。俺様の人徳がこいつらを救ったんだ。人徳から対極にありそうな人が言うと説得力皆無ですわ。つまりあんたとガルドは似た者同士で、単にルイは友を呼んだって話でしょう。皆さん、これからもうちのガルドちゃんと仲良くしてあげてね。疲れが吹っ飛んだぜ。体中のシワが伸びまくりで気持ちがいいしね。何をおっさんくさいこと言ってるのよ。髪ぐらい乾かしなさい。風邪ひいても知らないからね。そういうお前も羽がシワシワでふやけてるぞ。それぐらい見逃しなさいよ。デリカシーがないわね。ほら二人ともさっさと支度しなさい。ロロが情報を仕入れたから来てってさっき電話がありましたわよ。お風呂上がりぐらいゆっくりさせてよ。ハーラーさんも下着姿で出歩かないでくださいまし。うん、わかった。おいハーラー、そんな格好で出歩くな。っていうか、なんで下だけ履いてないんだお前は。ハレンチな。姉さん、いい体してまんな。あ、してない。おやめなさい。はなんでわいだけが。でも、みやで。さあ、行くぞ、ロロのところへ。
詳細データを。剣の力攻撃マイド。これでデータが取れます。ドルファってのはろくなもん作ってねえな。